そう、堅実にやってきてんのよ、結構日本は。そのあたりも含めて、まあ、3万円回復。まあ、日本の未来への期待も含めてなんだと思いますよ、これは。パカラパカラ。皆さん、こんにちは。まちゃんこと、経済アナリスト、まぶちまじこです。このチャンネルでは、金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問をお受けしています。はい、まぶちさん、はい、日経平均、3万円来ましたね。そうなんですよ。やれやれ。見てました？見ましたよ。まぶちさんの一番ホットなニュースやなと思って。ニュースやなと。ちょっといろいろこれからどうなるとか、今すごいいろんな条件とかあると思うんですよ。なんかバフェットさんの話とか、はいはい、PBR とか。なんならその悪いところでも、貿易赤字とか、G7 とか、めっちゃいろいろあるじゃないですか。ありすぎますね。含めてちょっといろいろ解説してほしいなと思います。はい。日経平均3万円回復しました。もう一個、プライムとかもっと数多く、指数化というか、すべてを表しているのがトピックスっていうものがあって、それもバブル以降の高値更新してるんですよ。なんで日本株めちゃくちゃ今強いです。で、これに対していろいろバブル的になってるんじゃないかとか、ご心配の声もすごく多くて、先ほどちょうど政治家の方の勉強会で私登壇させていただいたんですけども、衆議院の先生方も、日経平均3万円、これバブルじゃないんですかっていうご質問もあったんですが、あ、そうなんですか。お答えしてきました。実は特に3万円回復したその日の値動き見ても、中身見ると33業種と業種いろいろあるんですけど、半分は上昇していて、半分は下落してるんですよ。なんで全面高で何でもかんでも全て上がってるわけじゃないというのが1点。しっかりと選別が進んでいるというか、バブルとかになったらもう何でも上がるわけじゃないですか。全面高なんですが、そうじゃなくて3万円回復した日は実は半分は業種下落してたんで、全然過熱感ないんですよ。なんでマーケット関係者は、あ、全然過熱感ないっていう、こう、なんか高揚感も全然なかったんですよ。上がったーとかさ、なんか、こう、株価上がっていくと一応マーケット関係者も血が騒ぐんですけど、あんまり全然なくて。あ、それ確かに思うかも。なんか、へーって感じで上がってって、なんかその次の日になっちゃったんですよ。なんか2021年の3万円突破したタイミングで、ぐわっと上がってったじゃないですか。そう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 。うお、来てるみたいな。うん、で、僕もなんならその時すごいウォッチしてたんで、ニュースで一般の人とかも、その高まりの感じとか、わ、来てるな、みたいな。もうそのいわば、あれですもんね、大台に来てるのに、そんな感じないですか？ないですよね。あ、もうその感覚めちゃくちゃ正しくて、なんで、マーケット関係者結構冷静に見てます。なんで私、3万円回復したその日、いろんなところの取材を受けたし、あと、まあ、ニュースピックスとか、ヤフーニュースのコメンテーターなんで、そこにも書き込みして、で、その晩、フジテレビのライブニュースアルファでも解説して、加熱感あんまりないですよっていう話はさせていただいて、それ、へーって皆さん、おっしゃってたんですけど、実際そうなんですよ。だから次の日ももう一段上がったというか、なので、まあそういうふうに数字だけ見ずに分解して中身見るって結構大事なんですね。なので、まあ先ほど小林さんがおっしゃった通り、アメリカの金融不安とか、銀行破綻の問題とか、債務上限問題とか、まあ不安も横たわりながら、でも日本株が強いみたいな、まあ、全てこうハッピーっていうわけじゃ当然ない中で着実に高値更新してるっていう状態です。そういったやっぱ背景、押し上げた背景っていうのには、直近でもいろいろ上げてる、バフェットさんが、日本株いいよねって目つけてくれたこととか、あとはちょっと前からもちょっと継続してある PBR の話とか、はい、出てきました。ああいうのが大きいですか、消費者さんとか。おっしゃる通り、おっしゃる通りなんで、条件が結構揃ってて、その今おっしゃっていただいた通り、バフェットさんが、まあ、台湾の TSMC を売却してむしろ日本に投資するって言ったことはめちゃくちゃ大きかったですし、で今回やっぱマーケット関係者とかいろんなこう専門家の話を伺っても、やっぱり PBR 一倍割の是正、はい、これがかなりこの3万円の回復には効いてきているって考えが大きいので、本気で日本の企業たちがこの割安感を是正しようっていう意識の改革、それからそれに対して取り組むっていうところ、まあ、ずっと PBR の話はもう多分3、4本、過去にもう動画ずっと前に撮ってますけど、それが効いてくるっていうのがやっぱ如実に現れてますね。実際に PBR、是正するときの具体的な施策として自社株買いとか、株式分割とかいろいろありますけど、自社株買いしますっていうのを言ってたじゃないですか、それ実際コードにも移してる企業がいっぱいいるので、なんていうかな、やっぱ東証が号令かけましたよね。大事なんですよ、トップ
東証とか政府とかが、こういう方向でやってくださいっていう号令を出して、うん、で、具体的に企業さんがちらほらそういう行動を移すっていう、これってやっぱすごい大事なんですよ。だから、やっぱその、トップに立ってる政府とか、東証さんは、方向性をこう導くためにも、打ち出すべきなんですよ、こういうことって。すごい今聞いてると思います。確かになんか、21年、うん、2021年とか、なんかもっとできるんじゃないかな、うん、感っていうのって、ずっとあったじゃないですか、うん、はい、2000年代って。うん、経済とか政策とか、うん、今この株式市場とかの金融に関してはなんかすごく噛み合ってるというか、うまくいってる感じは確かになんか最近ありますよね、うん、そう、おっしゃる通りなので、でも前からお伝えしてる通り、この PBR って数字を改善するだけの小手先で結構数字でいじれるっていう話したじゃないですか、はい、自社株買いしたりとかすると変わるんですけど、それは本質的に企業の稼ぐ力が高まっていることではないので、2年ぐらいはこれで持つかもしれないけど、本当に社内の改革して資本効率を改善していくっていうところに取り組まないと、一時のトレンドで終わっちゃう可能性があるので、うん、今チャンスですね。本当にこう経営を変えていくっていうか、資本効率を変えていくっていう具体的なアクションプランみたいなの出してる会社もあるんですよ、うん、資本効率是正のアクションプラン、そういうのを出して実行していくっていう企業が残っていくと思います。これちょっと振り返ると、うん、なんかそれこそ冒頭でこれバブルなのかっていう疑問が質問が多かったっていう話ありましたけど、うん、過熱感ないのに大台突破したっていうのはやっぱそういう工夫だったりとか取り組みによって起きたものだから、うん、いいことっていうことですよね。つまりあ、そうです、適正に評価されているということと、あとそのアメリカのマーケットがちょっと不安定というか、銀行の破綻もあったし、あ、そうですね、アメリカは大変なことになった、うん、なので金利も 5% 超えていてちょっと高いと。じゃあ他のところにちょっと投資したいなっていう意思決定が行われてるわけなんです。じゃあ世界を見渡した時にどこに投資しようかと考えた時に、バフェットさんだけじゃなくて他の投資家も日本を選んでいるからこういうことになっているわけなんで、そのもちろん日本が変わろうとしているという内部的な要因と外部的な要因も大きいと思いますよ。いい情報とそれこそなんか悪い情報とかがものすごいいろんな観点から絡み合ってるから、これ今すごいなんか難しい状況だなって感じるんですけど。あ、おっしゃる通り、でも常に小林さんもずっとマーケットを見てきて感じることあると思うんですけど、はい、全てがバラ色でいいってことって絶対ないし、うんうん、全てが悲観ってこともなくて、うん、どっちも混在しながらずっと世の中動いてるじゃないですか、はい、でその時にどっちの方がこう重くなるのか、重きを置かれるのかとか、まあ、懸念材料で常にあるわけですよ、うん、でそっちばっかりフォーカスされるような雰囲気の時ってありますよね。その時は株価はダメになります。だけど銀行破綻とかいろんな信用不安っていうものを残しながら、でも今こっちのいいことばっかりフォーカスされてるじゃないですか、うん、その時は株は上がりますというふうに、まあ、だからこういう時期がずっと続くわけじゃないってことを伝えたいんですよ。懸念材料が、まあ、残ってるわけなんで、うん、こっちにもう一度フォーカスが当たる時期も当然来ますから、うん、こういう循環だってことはぜひ覚えておいてほしいです。ちなみにちょっとこう気になるのは、やっぱりこれからはどうなっていくのかなっていうところをこう気になっているか、うん、はいはい、どうですか。3万円っていうのが何なら遠かった道のりでしたけど、うん、正直確かにね、はい、いつも私が作ってる日経平均の3つのシナリオをもう一回見ましょうか。はい、去年の年末ぐらいからずっと使ってますよね。その前の年もこういうの作ってて、ずーっと毎年これ私作ってるって言ってるじゃないですか。で、作ったものは基本的には修正せずに1年間使い続けるわけですよ。これご覧いただくと、強気のシナリオだったら、最悪でも2万4000円がサポートで、だいたい上値3万1000円ぐらいまでありそうだってことを予想として出してたわけです。なんで、今回、1月から銀行破綻とかありましたけど、2万4000円割れてないですよねっていうのを YouTube でも緊急の状態で出しましたけど、はい、やっぱ割れてないわけじゃないですか。うんうん、割れてないからやっぱ上値トライしてて、3万円回復してもう1000円届きそうじゃないですか。うん、ここまでは予想の範囲内ですよって言うとずっと言ってたと思うんですね。うん、なんかここから上3万5000円って書いてますけど、うん、確かにこの PER という計算値で14倍なんです今。うん、だいたい3万1000円。うん、日経平均の一応10って PER16 倍まであるんですよ。掛け算していくと PER16 倍になると3万5000円って数字は出てきますと。はい、でもここは確かに強すぎるなと思って年末書いてました、このシナリオが。でも計算式としては出てきますっていう感じなんで、こっから正直ちょっと難しい
アメリカでまた金融不安が再燃したりとか何か出てこなければ順風に行けばありますし、うん、今円安137ぐらいまでまた円安進んでるので、うん、あり得ると思いますけど、逆に140円乗ってきたらまた違う悪い円安論が出てきて日経平均下がると思うんですよ、うん、というようにいろんな外部要因がないと揃わない条件かなと思ってます。ここから上はだけど計算式としては出てきます。これまあ1年間、昨年の年末から皆様にこのお示ししてお伝えしている通り、今この強気シナリオの中でやっぱり進んでるんですよね、うん、っていう感じです。でこれ僕正直なこと言うと3万円来ないだろうなって思ってたんですよ。え、私があんだけ喋ってるのに。いや3万円遠すぎて、この日経平均のシナリオを毎回使って毎回毎回喋ってたのに、はい、思ってたの行かないなって。いやだって異常だったと思ったんですよ。でもこう力強く進んでいく感じはこれマジでありそうだなって徐々に思い始めてたんですけど、うんうん、金融緩和の中で起きた3万円の話だよね。そうですそうです、うんうんうん、あれも異次元の金融緩和って言われてたじゃないですか。あれはやりすぎだんとか、うん、ガガガッと落ちて、うん、いやここでまた3万円戻るのはなかなか厳しいだろう、数年もなんならかかるんじゃないかっていう、うん、時間がかかるんじゃないかってぐらい思ってたらこんな来ちゃったから、うん、今年はびっくりだったんですよね。あ、そうなんだ、はい。でも企業業績の話、私ずっとしてたじゃん。一株当たり利益とさ、はい、PR 掛け算したらさ、はい、3万円回復するよってずっと言ってたのに、思ってなかったの？いや、聞いてて。頭では、そうなのかなって自分で納得させつつ、そっか、でも心ではビビってるっていう。おかしいね。そんなに上がるのかなっていう。そっか。僕結構保守なんで。うん、いいじゃん、別に保守はね。ビビりがちなんで。まあなんでそういうことです、うんうん、でこれがさらに3万5千円ってなると確かに確かちょっとねめちゃくちゃ強気ですね、うん、なんでこっからなんか逆に逆張りで売ろうとしたりとかする人が多かったりとか、今から行こうとか、ちょっと一旦ちょっとここまで行ったら入らないでくださいって言いたいね。入るのはさ、ずっと言ってたさ、2万5、6千円まで下がってる時何回もあったわけじゃん。はい。その時くらいでさ、2万4千円はいかないけど下がってるねって言って、あのタイミングを逃した場合も行かない方がいいよ、日経平均に関しては。個別はいいけど、うん、危なすぎるでしょ、こっからさ。3万円まで行くって言っててさ、うん、4千円くらいあったわけじゃん。はい。もう上がってきて、こっからじゃあ逆に売るっていうのも、危ないし、うん、上はもうちょっと読めないんで、ここばっかりは。マジでじゃあ今読みづらい状況に来てる。読みづらいと思うから、うん、でもこういう時に急に参入してくんのよみんな。まあ本当にニュースバンバンバンって出ますからね。うん、ダメダメ。もう個別よこういう時は。こういう時に浮き足立っちゃうのは良くない。そう。なるほど。なんで空売りの人とか結構多いと思うんだけど、やめた方がいいよこんな。確かになんかもう。今 Google でもパッてチャート出しても、あの最大、うん、で1990年くらいまでも遡ってもないくらいのところまで来てますもんね、うんうんうん、で言ったら確かにね、うん、なんで、まあ、常にこの日経平均の私の3つのシナリオ、企業業績をベースとして過去の日経平均の PER のレンジ、うん、掛け算して出してる数字なんで、うん、何か恣意的なものでも何でもなくて、うん、多くのアナリストの方々がこの計算式を使って上値と下値を予想してるんですよ。なんでめちゃめちゃロジカルだし、ここに何か恣意的なものは一切ないので、こういったものをずっと自分の手元に置いておくっていうのめちゃめちゃやっぱ大事なのよっていう話です。今自分たちがどこにいるのかって冷静にこう迷子にならないような一種類です、ね、うん、そうですそうです。なのでまあ単純に値段だけ見て3万円大台回復したから空売りとかじゃなくて、だって計算式で上まだ出ているわけだし、うん、ちょっと難しいなとか、うん、まあ冷静に判断してほしいなって思いますここは、うん、なんかちょっと聞いてるとですね、過熱感が別にあるわけじゃなく、いろんないい取り組みがあってのここじゃないですか。そうそう、うん、なんかここで浮き足立たずに、まあそれ投資家目線で言ったら取引とかはそうなんですけど、うん、このままの継続していい取り組みをしつつ、うん、正直なんかそのビビらずに力強く進んでいきたいですね、うん、おっしゃるとおり堅実小林出ましたね。すごくなんか感じました。いろんな話を聞いて、そう堅実にやってきてるのよ結構日本は、うん、なんで今変わり時というか、ね、本当にまあ賃金が上がるかもしれないっていうのが一つの要因なんで、そのあたりも含めてまあ3万円回復、まあ、日本の未来への期待も含めてなんだと思いますよこれは、うん、山口さんもちょっと冷静にかつちょっと自信が持てた。あ、よかった。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方はぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。